はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。私最近ね、ちょっと2ヶ月ぐらい前からですかね、早起きになりましてね、ちょっとなんで早起きになったかというと、なぜだかよ、ある朝ちょっと早く起きてテレビつけたんですよ。で、何かやってんのかなと思ったら、NHKBS で7時15分から今推しになってるんですよね。これがハマっちゃってさ、あれ見るとあれですよ、皆さんほら、いろいろ生きてるとね、辛いこととかいろいろあると思うんだけども、あれ見たら、いや、自分の苦労は苦労じゃないと思いますよ、本当に。それで朝7時15分からそれ見て、7時半になると今度は今やってる朝ドラのほら夏空、それが地上波だと8時からやるのが BS で7時半30分早く、それでそれ見て、で掃除したりして、で朝をこう有意義に今過ごしてるんですよ。もっと早起きはね、やっぱいいですよね、気分がいいし。でおかげさまでね、早起きするってことは逆に夜早く目が眠くなっちゃって、今飲み行ってもね、もう11時にはもう絶対帰って寝てますね。もう本当だ、夜もうテレビなんかほとんど見ないですもん、夜は遅い時間も。本当帰ったらもうパタンキュー、もう風呂入って歯磨いてもうすぐ寝るみたいなね、何にも勉強してない最近、あんまり良くないよそれもね。でもやっぱり最近ね、自分でも分かるんですけど、早起きになったら体調はいいですよね。早く起きるので店にも早く来るし、まあ、朝飯も割とね食べるようにしてますし、まあ、ほとんど自分では作らないですけど、まあ、吉野家さんでしょ、で松屋さんね、それからマックね、だいたいその辺この近くにあるんでローテーションですけどね。今朝定食っていうのがまた充実してるんでしょ、メニューも多いんだよね。カメラさん、そういうこと食べたことある？カメラさんはないのか。そうですか、わかりました。さあ今日ですね、そんな早起き芸人鈴木をですね、お送りするのはね、そんな爽やかな朝にこんなギターがねあったらポロッと弾いてみたいと思いませんか。ヤマハのこれ人気シリーズです、 LS6 ね。これは最近のモデルです。今日のはね、これシリアルだと多分2001年だと思うんですけども、ものすごく綺麗よ。ほらトップ見て、傷だこほぼほぼなしね。サイドバックも切るでね、バックの方に細かい傷はこの若干だよね、この擦り傷で細かい打痕までいってないです。でネックなんかも見てください、綺麗で、ペグもゴールドのパーツが綺麗、色あせてない。フレットなんかも全然残ってます、8割ぐらい残ってますね。ネックはほぼほぼストレート、はい、トップ単板モデル。ちょっと音聞いてください。あ、原稿チェックしようか。これね、めっちゃ低くしたんですよ。多分この価格帯だと、まあ、初心者の方とか、まあ、久しぶりにギター弾いてみたいななんていう方のために、とにかく弾きやすく、いいですか、6弦の12フレット上でなんと 2.1、 もうほぼ2だね、ナット幅、44ですね、44mm で、握りはね、薄いかまぼこ、薄いかまぼこ型、割と薄い、ね、最近の感じですね。音聞いてくださいよ、これ。もうほら、こういうコードなんかもこの辺も超楽、ほら、楽楽楽楽、もう楽、トップ単板ね。さあ、でこちらね、純正ではないんですけども、綺麗な、ね、新品で買ったらしいですけど、こういった社外のいわゆるこういうのセミハードケースと言いますよね。これなんかしっかりしてるやつ、このも
これあのストラップがついてますんで、あの後ろの方にこうつけるとショエルってやつね、リックみたいにね、そういうモデルです。軽くハードケースに比べてしっかりしてる割には軽いので、最近こういったのが主流ですよね。あの練習とかスタジオとか行くときはこっちの方がやっぱ便利ですよね、軽くんでね。さあ、そういうことでこちらの割と人気のモデルで LS6、 お値段が33,800円プラスで、あのこれからちょっとギター始めてみたいなっていう方とか、しばらくぶりに僕もあの昔弾いてたんだけどちょっとまた弾いてみたいなっていうね、お手頃な、そして短板、トップ短板のモデルになっていう人、そしてこのサイズがねまたちょうどいいんです。またいわゆる昔の日本でいうとこのフォークサイズ、まあマーチンでいうところのトリプルOサイズ、このサイズって男女とも人気がありますよね。さあ、こちら33,800円、このケースがついて税別でよろしくお願いいたします。さあ、そこで今日ですね、カメさんまだ時間ありますか？はい、そしたらですね、さっきあの朝ドラで夏ドラの話出ましたけど、あれ最初あの今東京編ですけど北海道十勝かなを舞台にした話なんだけども、あのあれですよね、北海道っていろんなミュージシャン出てるよね、有名なとこね。カメラさんもいっぱい知ってでしょ、ね、今日はその中からこんなのをちらっとやってみます。夢は青い海の色、ノノノ、あなたにそっと打ち明けたい。どんなに悲しいことも私に伝えて、あなたの一人の No 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 見つめ返して、最後まで見ていただきましてありがとうございました。